はい、こんにちは、タックチャンネルでございます。本日ね、晦日12月30日です。本当はですね、前回のレビュー動画でね、一応ね、今年を締めくくるはずだったんですけども、ちょっとね、レビュー動画で締めくくるのもないかなと思いまして、緊急企画ですね。今年ね、最後の動画としてはちょっと申し訳ないんですけども、今年届かなかったものっていうね、タイトルで、ちょっとね、愚痴りたいなと思い、今撮影しております。まあもしかしたらですね、同じ経験をしてらっしゃる方もね、いるんじゃないかと思いますんで、今回は動画にしてみました。それでは、行きましょう。はい、というわけでですね、本当は今年中に届くはずが、いろいろね、なんかよくわかんないんですけども、理由があってですね、届かなかったもの、そちらをですね、今日はお話ししたいと思います。まずですね、一つ目。ふるさと納税の、返礼金です。まあ、今年ですね、動画にもしましたけども、初めてふるさと納税をしてみました。内容はですね、4箇所。広島県と佐賀県と、北海道と岐阜県の中のね、市町村なんですけども、広島県からは、シャインマスカット。ね。で、佐賀県からは、佐賀牛。北海道からは、本ズワイガニがね、送られてきたんですけども、岐阜県からのね、ボックスティッシュ、60個かな。これが、未だ、届いておりません。10月の23日に支払いまして、発送予定日が11月の24日から12月の7日までとなっておりますけども、未だ発送準備中と。ね。で、2週間くらい前にですね、サトフルの方に問い合わせメールを送ったんですが、それから5日か1週間くらい経ってからかな、返信が来ました。こんな感じ。お問い合わせのお礼品。ボックスティッシュ5個セット ×12 につきましては、事業者に確認後、再度メールにてご連絡させていただきますと。これが来たのがですね、12月の19日で、それっきり全く連絡が来ていません。いやー、どうしたもんでしょうね。でですね、一応納税した自治体に問い合わせたところですね、サトフルに連絡を取って、サトフルさんから、電話連絡をしますので、こちらの電話番号を教えていいですかっていうことでですね、それはぜひともということで、教えました。それがですね、いつだったろう、もう4日ぐらい前かな。もちろん、サトフルから連絡は来ていません。で、サトフルにね、直接電話したんですが、なんだっけ、音声ガイダンス。あれ腹立ちますよね。一応ですね、何のお問い合わせは1番、何のお問い合わせは2番みたいなね、順に案内通りに押してったら、結局はですね、ウェブのここを見るみたいなね、感じになったんですよ。もう何のためのね、電話番号なのかなみたいな。で、やっとオペーターに繋がると思ったらですね、もうずっと混み合ってて、もうお待ちくださいみたいな。そういうね、ガイダンスが流れてね、一向に出ません。もう何回もですね、電話したんですけども、出ませんでした。で、それからね、もう一回、どうなってますかっていうメールを送ったんですが、送ってから、5日間経ったかな。結局、12月の30日で、まだメールは来ておりません。もうね、全くね、対応がひどいな、というふうに思いました。これが一つ。でね、次はですね、クラウドファンディング。最近ですね、僕いくつかですね、クラウドファンディングの方にも参加いたしまして、でね、これも動画にアップしたんですけども、スノッパの、キリン M というね、三軸ジンバルを、幕開けという、クラウドファンディング経由で手に入れたんですけどもね、本当はこれね、9月に届くはずだったんですが、いろいろあって遅れてですね、モーターをパワーアップするとかね、そういう理由だったらしいんですけども、結局届いたのが、2ヶ月遅れの11月です。ただこれはですね、まだ届いてからいいんですけども、その他にですね、インディーゴーゴーというね、これはね、アメリカのクラウドファンディングをね、募集するサイトがあるんですけども、これ経由で参加した商品が未だ届いていません。一つはですね、これもね、
スノッパさんの商品で、スマホ用の三軸ジンバル、アトムっていうね、それなんですけども、あれレビュー動画出したから届いたんじゃないのと思う方もいらっしゃると思うんですが、これですね、10月の3日に参加したんですけども、その参加した後にですね、あの業者の方からですね、まあレビュー依頼が来まして、まあそっちの方が先に届いて、まあそこはね当然なんですけども、購入した分は届いてなかったんですよ。しかしですね、一応12月の25日現在ね、ですけども、通関手続き中ということでですね、近々届くのではないかとね、この原稿を書いた時にはね、そういうふうに思ってたんですけども、今日になって急遽届きましたね。こちらですね、スノッパの三軸ジンバルなので、レビュー用にいただいたものと自分で実際に買ったものとね、2つあるという感じです。はい、そして最後、これね届いたらねレビューしようと思うので、今はねちょっと詳しく言いませんけども、同じくねインディーゴーゴー経由でクラウドファンディングに参加した商品です。でこれはですね、出資したのが9月の3日でね、届く予定が11月中ということでしたが、届いておりませんね。しかしですね、この商品、まあカメラなんですけどもね、日本の幕開けねで出資を募集してたんですが、これねインディーゴーゴーよりも後から幕開けの方がね募集を開始したにもかかわらず、実はですねもう届いてるらしいんですよ。インディーゴーゴーの方はですね、まあメーカーが11月の23日に情報をアップして以来音沙汰なしです。もうね出資者からもですねクレームのコメントだらけですよ。まあね、届けばね、それでいいんですけども、ちょっとね、今不安だなっていうふうに思ってます。まあなんだかね、インディーゴーゴーっていうサイトはですね、まあ審査が緩くてですね、なんか過去にもね、トラブルあったみたいで。まあだからね、ちょっと今後は、サトフルとインディーゴーゴーはね、もう使わないかなと。いうふうに今感じております。まあ、クラウドファンディングも、どうなんでしょうね、クラウドファンディングってね。やっぱり、遅れるんでしょうかね。とりあえず今のところ、まあ、通常のジンバルと、三軸ジンバルとカメラ、これに出資したんですけども、やっぱ全部ね、遅れてるんで、まあ、遅れるもんなんでしょうかね。それとも、まあ、そういう国柄というか、メーカーの都合なので、その辺はちょっとわからないんですけどね、やっぱりねこういうトラブルの時にどういう対処をするからね、まあ全部そうだと思うんですけどね、印象は変わってきますからね。その辺はね今のと残念かなというふうに思ってます。はい、ということでですね、まあ緊急企画、今年届かなかったものっていうものをねお話ししました。来年ちゃんと届くんでしょうかね、不安たっぷりですけどもね、まあいい報告ができればなというふうに思っております。はい、ということでね、今年最後の動画ちょっとぐじってしまいましたけどもね、今年届かなかったものっていうものをお届けしました。それでは皆様良いお年を。